ガブリエル・イヴァン・エイエンセは、アルゼンチン・エントレ・リオス州出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。パリ・サンジェルマン FC に所属していた時に名声を高め、2004年に移籍した、マンチェスター・ユナイテッド FC とレアル・マドリードでは、合わせて3つの主要なタイトルを手にした。ドイツ人の父とイタリア人の母の間に生まれた、ことから、 グリンゴのあだ名を持つ、グスタボとセバスティアンの二人の兄弟がいる。ボルガドイツ人の血を引いており、イタリアのパスポートを所持している。14歳で、ニューウェルズ・オールド・ボーイズの下部組織へ入団し、1997年にプロデビューを果たした。このシーズンは8試合に出場したのみであったが、複数のヨーロッパのクラブの関心を集め、1998年1月1日に、 スペインのレアルバリアドリードと契約を結んだ。しかし最初のシーズンは1試合も出場機会を得られず、7月1日にポルトガルのスポルティング CP にレンタル移籍することになった。バリアドリードに復帰した1998から99シーズンは18試合に出場し、翌シーズンはクラブのトップリーグ残留に貢献する活躍を見せ、レギュラーとして36試合に出場した。 2001年7月1日にフランスのパリ・サンジェルマン FC へ移籍し、最初のシーズンは同胞のマウリシオ・ポチェッティーノとのコンビでリーグ最小となる24に失点を記録した。PSG では在籍3シーズンで100試合以上に出場し、2003から04シーズンにはクープ・ド・フランスのタイトルを獲得した。2004年6月22日、690万ポンドの移籍金で イングランドのマンチェスターユナイテッド FC へ移籍した。デビュー戦となったのは9月11日に行われ、2から2で引き分けた、ボルトンワンダラーズ FC 戦であり、すぐに、ユナイテッドの左サイドバックのポジションをつかむと、ファンから、アルゼンティナ、のチャントが送られるようになり、ファン投票によりクラブの最優秀選手に選ばれた。2005年9月14日に行われた、 チャンピオンズリーグのビジャレアル戦で大怪我を負い、残りのシーズンを欠場することになったが、そのシーズン、エンセはチャンピオンズリーグ予備予選のデブレツェ2000のセカンドレグで2ゴールを挙げるなどの活躍をしていた。2006年春にリザーブチームの試合に復帰したが、復帰3戦目の試合で負傷してしまい、トップチームに戻ることはできなかった。この怪我を受けてクラブは、 エースモナコのパトリス・エブラと契約を結び、彼が左サイドバックのレギュラーとしてプレーするようになった。2006から07シーズンに復帰したエエンセは、サイドバックとセンターバックを務め、チームの中心選手として起用されるようになり、チームのプレミアリーグ優勝に貢献し、シーズン最後のチェルシー戦とウエストハムユナイテッド戦の2試合でキャプテンを務めた。翌シーズンは、 出場機会が減少することが予想され、アレックス・ファーガソン監督からあまり期待されていないと感じたエンセはシーズンオフに最大のライバルであるリバプール FC への移籍を要求したが、ユナイテッドは680万ポンド程度と言われているオファーを拒絶した。2007年8月22日にレアルマドリードと4年間の契約を結び、デビッド・ベッカム、ルート・ファン・ニステル・ロイに続いて、 ユナイテッドからマドリーに移籍した3人目の選手になった。2007年9月7日に行われたビジャレアル戦でラウル・ゴンサレスと交代で出場し、デビューを果たした。センターバックにはファビオ・カンナバーロとペペが、左サイドバックにはマルセロがそれぞれ君臨していたが、準レギュラーとして20試合に出場し、2年連続となるリーガーエスパニョーラ優勝メンバーとなった。 翌シーズンも、準レギュラーとして、多くの試合に出場したが、スーペルコパでエスパーニャのタイトルを獲得するに止まり、2009年5月2日の、FC バルセロナとのエルクラシコでは2から6で、惨敗する屈辱も味わい、バルセロナに王座を譲った。7月30日、オリンピックマルセイユに移籍し、PSG に在籍した2003から04シーズン、以来6シーズンぶりのフランス復帰となった。 遺跡金150万ユーロで2年間の契約を結び、アルゼンチン代表のチームメイトであるルチョゴンサレスと同じクラブでプレーすることになった。マルセイユでの最初のシーズンは27試合に出場して自己最多の4ゴールを挙げた。この年は18年ぶりにリーグ優勝を果たし、クープ・ドゥラリーグでも初優勝して2つの国内タイトル獲得に貢献した。 2010年3月27日に行われたクープ・ドゥ・ラ・リーグ決勝の FC ジロンダン・ボルドー戦では、スターティングメンバーとして出場し、初優勝とともに1993年以来のタイトル獲得に貢献した。18年ぶりのリーグ優勝を決めた5月7日のスタット・レンヌ戦では先制ゴールを記録し、マルセイユに歓喜をもたらした。監督であったリディエデシャンは、 驚異的だったとシーズンを振り返った。翌シーズンもチームの中心選手としてプレーし、2011年3月20日に行われたフルス PSG とのフランスダービーではフリーキックからゴールを上げ2から1の勝利に貢献した。6月1日、クラブ公式サイトで契約満了によりシーズン終了後にクラブを去ると明らかにした。ローマでプレーするエンセ7月22日に イタリアの AS ローマに加入することが明らかになった。これにより、スペイン、イングランド、イタリアの3大リーグすべてに在籍した選手となった。1年契約での加入となったが、25試合以上の出場で自動的に契約延長されるオプションがついた。ローマでは同じく新加入の指紋ケアを抑えて、センターバックの定位置を確保して30試合に出場し、 無事に契約が1年に延長されることとなった。しかし、シーズン終了後の2012年5月11日に、ルイス・エンリケ監督が辞任。6月4日に就任したズレネクジェーマン監督には、一転して構想外として扱われ、8月10日に契約を解消した。8月11日、フルス・ニューウェルズへ14年ぶりに復帰した。2014年3月21日、 怪我のため今シーズン限りでの現役引退を表明したアルゼンチン代表でプレーするエエンセ2003年4月30日に行われたリビアとの親善試合で A 代表デビュー。翌年にはアテネオリンピックに出場し金メダル獲得に貢献。6から0で勝利したセルビア・モンテネグロ戦ではゴールを挙げている。2005から06シーズンは 怪我により多くの試合を欠場したが、2006FIFA ワールドカップのメンバーに選出された。アルゼンチン代表は準々決勝で開催国のドイツと対戦し、PK 戦の末に敗れた。2010FIFA ワールドカップでは、アルゼンチン代表の5試合のうち4試合に出場し、ナイジェリア戦でその試合唯一となるゴールを挙げた。 2015から16シーズンより CD5 ドイクルスアントニオ・トンバの監督に招聘された。しかし、成績不振のため2016年9月26日に解任された。翌シーズンより AA アルヘンティノス・ジュニアーズの指揮官に就任。クラブをプリメーラビーナシオナル優勝に導いたが、シーズン終了後に辞任することを表明した。2020年12月18日。 アトランタユナイテッド FC の監督に就任した。ありがとうございます。